こういういい人に私は仕事を頼まないです皆さんこんにちは企業の現場に入っても今日絶対達成させるコンサルタントアタックスセールスアソシエイツの横山です余罪管理大学へようこそ本日のテーマは頭ののの悪い人の思考の癖です頭が悪い人というのは頭の整理ができない人なんですねじゃあそういう人の思考の癖ってどんなものかズバリ言います 結果を見てから原因を考える人です例えばどういうことでしょうか最近体調が良くないんだよねっていう人に対してああ在宅勤務が多いからじゃない在宅勤務が多い人って結構体調崩しやすいって聞くもんねこういうふうに答える人とかこの前 SDGs のイベントにブースを出展したんだけど全然人が入らないんだよね こう言われてああ SDGs のイベントって今いくらでもあるじゃんだからお客さんの奪い合いだって聞いたことあるよこういうふうに言う人とか去年から YouTube 頑張ってるんだけどあんまり仕事につながってないんだよねと言われ YouTube を使ってビジネスうまくいってる人なんて聞いたことがないよという人とかここ最近業績が不安定なんだよね 売上上がが一向に上がらないと聞いてやっぱりコロナの影響じゃないのっていう人とか皆さんの周りでこんな感じで言う人っていませんかいっぱいいますよね結果をを見ててから原因をその場でで考えてるんですよプロ野球を見ていて応援してる選手が今打とうとしているだけど打てなかった三振アウトってなった時にやっぱり三振すると思ってたっていう人この思考の癖と一緒です 本当に三振すると思ってたって突っ込みたくなりますよね基本的には原因があって結果があるんですよ結果があって原因があるわけではありませんでほとんどの場合は何らかの結果が出た時にはいろんな原因が複合的に絡んででその結果に至ってるんですよねさっきの4つの例を反対のパターンで言ったらどうなるかですやってみましょう最近体調がめっちゃいいんだよねって聞いて 在宅勤務が多いいからじゃない在宅勤務を増やして生活のリズムつかんだっていう人多いらしいもんねって答えるこの前 SDGs のイベントにブースを展示したらすっごい人が集まってめっちゃくちゃ盛り上がったんだよねと聞いてやっぱり SDGs のイベントどこもめっちゃくちゃ盛り上がってるみたいだもんねっていう人とか去年ぐらいから YouTube 頑張ってんだけどこれがね仕事にめっちゃ ちょいちょつながってんだよびっくりしたって聞いて YouTube ほんとビジネスでも活用できるらしいねいやー大したもんだよって言う人とかこの1年になって業績が安定してき特に売り上げが上がってんだよねと聞いてコロナでうまくいってる会社すっごく多いらしいもんね意外と御社もそうなんじゃないって言ってくる人とかさっきのパターンと逆ですよね結論が逆なんだけど でも結論から原因を考えているのでなんとなく意味が通ってるように聞こえるわけですじゃあこの例はどうでしょうか今年暖房器具がすっごく売れてるんだよねと聞いてそれニュースで言ってたんだけど今年の冬って例年よりも2度3度ぐらい低いらしいよだからめっちゃ寒いんだよね寒いから暖房器具が売れてんじゃないかなこれものすごく理屈通ってる感じがしますよね因果関係がありそうです これ結論を反対にしたら意味が通るでしょうか今年暖房器具が全然売れないんだわと聞いてあそれニュースで聞いた今年の冬って例年よりも2度3度低いらしいんだよ今年すっごい寒いらしいんだよねだから暖房器具売れないんじゃないこれ意味通らないじゃないですか因果つまり原因と結果が正しく成立しているんであれば反対にしてしまうと成立はしないわけですよ つまり最近の体調って在宅勤務をしているからなのかそうでないのか全く関係がないケースもありますよね売り上げが落ちたり下がったりそれは外部環境の変化によって変わってくることもあるわけですですのでコロナの影響っていうものもあるかもしれないんですけどコロナの影響で売り上げが上がることもあれば下がることもあるし何も関係がないっていう会社もあるわけですですから例えばうちのホームページなかなかアクセスが増えないんだけどどうしてだろうって言った時に そう聞いてから初めてホームページを見てそしてホームページを見ながら原因を探っていく人っていうのは頭ののの悪い人の思考の癖を持ってます頭が整理できる人というのは結果を見る前から常に仮説を持っています例えばこういった仮説思考の書籍とか私の大好きなこの推論の技術の書籍とかこういった書籍をしっかり読んで常に仮説を推論する癖があるんですですから 結果を見ただけではすぐに原因ってパッとわからないものなんですよねその結果に至る何らかの前提条件を知らない限り仮説って探っていけないんですよ皆さんの周りにいないでしょうか結果を見ただけですぐに原因を探ろうとする人頭の悪い人の思考の癖ですその思考の癖はやめましょうそしてそういう思考の癖がある人に仕事を頼むことはやめましょうこちらの YouTube チャンネルは余罪管理大学です 余罪管理というのは目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいて目標を絶対達成させる営業マネジメント手法です目標の2倍の余罪を仕込むというのは仮説思考がない限りできませんですので仮説思考がない人は目標の2倍の余罪なんてどこにあるんだと言いますあらかじめ仮説を立てて何かをする思考の癖がないからですいつも 結果が出てから原因を探っているそういう思考の癖があるからですそれだと余罪管理はできません頭を整理させる上でも頭を良くするためにも営業組織に余罪管理を定着させていきましょう今回の動画はいかがだったでしょう是非皆さんにはこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います 入学方法は簡単ですこの YouTube チャンネルに登録するだけそしてこの動画参考になった気に入ったという方はいいね高評価ボタンもよろしくお願いしますそして私のメインメディアはメルマガです私のメルマガを撮っていたことによって皆さん頭の整理ができるようになると思います概要欄で紹介しています是非私のメルマガ登録よろしくお願いしますまた皆さんお会いしましょう本日はありがとうございました